今回はダイソーで買える防災グッズ、いろんな情報を参考に役立ちそうなアイテムをまとめました。こちらは折りたたみポリタンク、本体が蛇腹構造になったポリタンクで、容量は最大 3.5 リットルです。災害時に給水を受ける場合を考えた時、ポリタンクを用意しておくといいそうです。こちらなら折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しておけるのがすごくいいところ。材質はポリプロピレン、落としたり倒したりしても割れる心配がないのもいいところです。こんな感じで上の蓋を開けると、開口部が大きいので吸水も受けやすそう。そこを押さえながら一気に持ち上げると本体が伸びます。コックを上げるとちょうどいい勢いで水が出ます。硬すぎることもなく操作もしやすいです。蓋をしっかり閉めれば、水を入れた状態で持ち手を掴んで運ぶことも可能です。タンク部分は厚手の素材なのでしっかりしてるし、こんなにコンパクトになるのがいいところ。電池を使わず使えるダイソーの光るスティック、ポキッと折り曲げると光り、発光時間は約6時間から8時間で使い切りのものです。吊り下げ用のフックもついています。中央に親指を当てて一度だけ折り曲げると、カチッという音とともにすぐに光り始めます。真っ暗な中、周囲を確認することが可能な明るさに光ってくれます。ランタン、こちらは100均購入品ではありませんが、例えばダイソーならいろんな種類があり、機能によって値段も様々。ある程度サイズと光量がある我が家のランタン、高い位置に吊るしておくと部屋全体がかなり明るくなります。水がない時にも体を清潔に拭けるアイテム、まずこちらが手袋型ハンディ体拭き、水なしで使え、手にはめて拭くだけの洗い流し不要の手袋です。2枚入り、介護用などに使われている商品のようで、防災用の備えにも役立つとのこと。サラッとしてて石鹸のいい香りがします。ちなみにもう一つこういった商品もあるそうで、こちらも災害時に役立ちそうです。そしてもう一つがこちら、厚みも大きさも使い心地が抜群でしっかり拭けると評判になってるアイテム、入浴できない間は体を拭いてしのぐしかありません。そんな時、大きさや厚さがしっかりあるウェットティッシュがすごく役立つそうです。強めに引っ張っても破けにくく、しっかりしています。無香料でアルコール不使用なので、小さなお子さんから大人まで使えます。避難所での生活になった時に支援物資は下着の要望が多いそうです。そこで買ったのがこちら、女性用もあるはずなのですが、今回は売り切れでした。簡易的なものでも新しい清潔な下着の買い置きがあると安心。1枚ずつコンパクトにまとめられているので、防災バッグの中で場所を取りません。生地は厚手で、少し引っ張ったぐらいでは破れにくいです。
携帯用コンパクトレインコート。こちらの商品はすごくコンパクトなので、防災用リュックにもポンと入れておけます。雨よけとして使えるので、何かと役立つかなと思います。お子さん用のサイズもあります。素材が薄いことなどから、防寒着として使うには不向き。ただ、電気やガスが止まってしまった場合や、雨が降ってきた時用に防災バッグに一つ入れておくと安心です。かぶって着るポンチョのようなタイプのレインコート。かなり軽く、着やすいですが、とても薄いので、あくまでも簡易的なレインコートです。似た商品をかなり前に旅先でレインコートとして使ったことがあるのですが、その時すごく役立ちました。なので旅用としてもおすすめです。こちらはペーパーソープ。通常の固形石鹸やハンドソープよりも持ち運びに便利。水さえあればすぐに手を洗うことができ、防災グッズとしても役立ちます。私は日頃から常にバッグに入れてます。ケース入りで20枚入りのもの、詰め替え用も販売されています。このように1枚1枚がものすごく薄いです。ケースはカチッとしっかりと閉まるので、カバンの中やポーチの中でも中身が出てしまうこともありません。乾いた手で石鹸を出し濡らします。濡らすと一瞬でなくなります。泡立ちはさほどいいものではありませんが、少しずつ水を足すと最大でこれぐらい。臨時で使うペーパーソープとしては十分だと感じています。洗い上がりがすごく香りがして癒しにもなります。チャッカマンやライター、マッチなど火を起こせるものも、冬場は暖を取れ、また火を起こして自分の居場所を知らせる用途としても使えます。また手鏡、避難所で身だしなみを整えるときにももちろん役立ちますが、災害が起こって救助が必要なとき、光を反射させることでヘリコプターや救助隊へ知らせるときにも役立つとのこと。非常食もダイソーで今回購入しました。